金正男氏の息子キムハンソン氏は叔父のキム・ジョンウン委員長を独裁者と表現したことがあります。キム・ハンソル氏の安全が気がかりです。キム・ハンソル氏はパリで大学を卒業し父のいるマカオに向かったとも言われていますが、実際はどうなのでしょうか。キム・ジョンナム氏の息子キム・ハンソル氏を KBS が撮影したのは2013年8月で、ボスニアで高校卒業後フランスの名門パリ政治大学に入学した時期です。何の勉強しに来たんですか。ハンソル氏です。ここまでいらしていただきありがたいのですが、何も申し上げることができません。申し訳ありません。友人は次のように評価しています。彼は大変開放的で、私たちと楽しく話をしており、西洋の文化によく適応しているようです。現在ハンソル氏の詳しい行方は分かっていません。通っていたパリ政治大学は次のようにコメントを避けました。今日多くの電話がありましたが、何も申し上げることはできず、情報もありません。しかし学校の関係者は去年6月に卒業したと言っています。卒業後一時パリに滞在し、去年後半に父親がいるマカオに向かったということです。ハンソル氏が修士課程2年を諦め大学だけを卒業したのは、結局北朝鮮政権の尋常でない動きのためだとの分析もあります。以上、パリからお伝えしました。